クリスマスはみんなが楽しくてウキウキする日。みんなで踊ったり、美味しい食事を楽しんだり、サンタさんからプレゼントをもらえるかもしれませんね。でもね、もしパーティーが終わって人間たちが寝静まった頃、お化けの子供が遊びに来たらどうなるかな。部屋は真っ暗だし、クリスマスのケーキもない、ごちそうも残っていないね。きっと寒くてお腹もペコペコで帰っていくかもしれませんね。あなただったらどうする？子供の独り言のような口調で文章が書かれています。優しくゆっくり読み進めてくださいね。エンディングでは幸せなクリスマスの夜がお化けの子供にも訪れますよ。